暑かった。お魚レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。魚を飼育してたりすると結構いろいろな悩みがありますよね。そのたくさんの悩みのうちの一つ、それがですね、キスゴムなんですよ。キスゴム、あれ見てください。ここですよ、これこのヒーターのこの吸盤になってるね、キスゴムっていう部分、これがねすぐ外れるようになってしまうんですよ。でヒーターだけじゃなくて、こんな感じでがっつりね、これも剥がれちゃってるんですよ。何回つけてもねキリがない。なので今日はこのキスゴムの吸着力をね復活させたいと思います。じゃあまずはね、このキスゴムたち、これ全部ね外していきましょう。これだけね外せないです。なんでだろう、なんか外せない仕組みになってますこれ。まあしょうがない。この外したキスゴムを洗い場の方に持っていきましょう。はい、ではねまずここで洗っていきましょうね。洗いますよ。よいしょ、綺麗にね、綺麗に洗ってあげましょう。はい、こんな感じで洗いました。そしたら次にお湯を沸かしましょう。お湯を沸かします。だいたいね80度ぐらいのお湯がね一番いいそうなんで、80度に押さえておきます。では洗い場に持っていきましょう。はい、そしたらまず栓をします。お湯をここにね入れます。うわ、絶対熱いぞこれ、湯気がすごい。そしたらこのキスゴムをここにつけるだけです。ぴょんぴょんと、はいはい、ぴょん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 、はい。であとこのままね5分ぐらい放置いたします。はい、5分経過いたしましたので、これで完成です。ではこれをね水槽に持っていきましょう。あっつ、熱かった。でははめていきますよ。よいしょよいしょ。さあくっつくかな。あ、くっついた、くっつきました。すごいすごい、がっちりがっちりくっつきました。じゃああとこのヒーターもね、よいしょ。さあくっつくのかな。うお、くっつきました。完全くっつきましたよこれ。見てくださいこれ、もうがっちりです。やっぱりキスゴムはね熱湯で形を整えた方がいいですね。新しく買うまでもない。なので皆さんもキスゴムのね吸着力が悪くなってきたと思ったら、ぜひ熱湯で試してみてください。それでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画お楽しみに。